先月、戸和田八幡平国立公園の観光スポット、ドラゴンアイの立ち入り禁止区域に侵入し、スノーボードをしていたグループがいたことが分かりました。八幡大使観光協会によりますと、先月25日午前5時ごろ、ドラゴンアイとして知られる鏡沼の立ち入り禁止区域に若い男性とみられるグループが侵入していくのを、協会関係者が目撃しました。 このグループはスノーボードで沼の斜面を滑ったりボードで雪を叩いて割ったりしていたということです当時は雪が溶け始めてリングが出来上がる直前でドラゴンアイの景観に影響があったかはわからないということです市の観光協会では立ち入り禁止区域でのこのような行動は許せないとし環境省に報告して対応を協議しています